仁徳天皇即位65年、飛騨の国に一人の人がいた。宿儺という。その姿は一つの体に二つの顔。顔はそれぞれ反対を向いていた。頭は合わさり、うなじがなく、それぞれに手足があり、膝はあるが、膝裏とかかとがなかった。力が強く、身軽で素早く、左右に剣を帯びて、四つの手で弓矢を用いた。そうして天皇の命令に従わず、人民から略奪をして楽しんでいた。それゆえ、ワニの先祖、なにわの猫、竹古熊を使わせ、殺させた。日本書紀、現代語訳。今から約1600年前に存在したとされる、両面宿儺。3世紀当時の日本、倭国を統治する大和王権に背いた邪悪な存在として語られる一方で、飛騨地方の伝承では、民を救う英雄として描かれています。人間離れした異質な存在は、朝廷にあだなす怪物か、はたまた人民を助ける救世主か。こんにちは、Mちゃんです。今回は、異形の鬼神、両面宿儺の謎をご紹介します。両面宿儺は、西暦377年、第16代天皇、仁徳天皇の時代に存在したとされています。729年に成立した歴史書、日本書紀には、宿儺という名で記録が残っています。仁徳天皇即位65年の377年、統一国家成立に向けて勢力を伸ばしていた大和王権は、現在の岐阜県に位置する飛騨の国へと歩みを進めました。そこへ立ちふさがったのが宿儺です。日本書紀によると、その姿は、一つの胴体に二面の顔、手足が四本ずつある怪物でした。大和王権にあだなす宿儺は、人々から略奪を行い、苦しめることを楽しみにしていたとされています。その悪行を見かねた朝廷は、なにわの猫、竹古熊を派遣し、討伐することに成功しました。竹古熊とは、日本書紀では、神宮皇后の歴史を記した箇所にも登場する武人です。とある王子が反乱を起こした際の討伐にも参加しています。宿儺は、日本書紀においては、逆賊として登場する一方で、唐の伝説の舞台である飛騨・美濃地方では、その土地の人々を救った両面宿儺として、様々な伝承や記録が残されています。飛騨山脈の南に位置する岐阜県高山市入川町の伝承によると、両面宿儺は武術に優れた飛騨の豪族であり、また震災の主催者や農耕の指導者という一面もあったと言われています。また、飛騨の山地を開拓し、弱い立場の人々を外敵、すなわち中央集権から守ろうとしたとも言われています。入川町には、両面宿儺が古代信仰の祈りの場として開いた、飛騨千光寺と呼ばれるお寺があります。今から約1600年前に、両面宿儺が開山し、その約400年後、弘法大師の弟子の一人である、真如親王が千光寺を建立しました。1598年には、開祖である、両面宿儺を祀った宿儺堂が建立され、その中には高さ2メートル20センチの両面宿儺像が安置されています。千光寺の伝承によれば、両面宿儺は、八賀号、日尾も、出川平の岩窟の中から現れ、身の丈は18丈、一つの頭に両面四柱、両脚を有する旧姓観音の化身であり、天皇の命により、
七名と呼ばれる鬼を撃ったとされています。日本書紀に記された宿儺と竹古熊との戦いは、飛騨の伝承においてはさらに詳しく描かれています。それによると、仁徳天皇の時代、飛騨高原では独自の文化を持った人々が暮らしていました。そんな彼らを両面宿儺はまとめ上げていました。しかし、中央集権を進める中で、飛騨だけが例外というわけにはいきません。大和王権は何度も飛騨に軍勢を差し向けます。ところが両面宿儺の軍は圧倒的な力を持ち、幾度も大和王権の攻撃を退けました。しびれを切らした大和王権は、竹古熊を大将に任命し、両面宿儺の討伐作戦に打って出ます。その時、出羽ヶ平にいた両面宿儺は、自分がいることで村に被害が出るのを避けるため、その地を出て戦うことを決めました。村人たちは両面宿儺をもてなしましたが、それでも彼は村人たちに迷惑がかかることを恐れ、一人で岩のくぼみにご飯を盛り、食事をとったとされています。そして、これが両面宿儺にとっての最後の晩餐となります。食事を盛った岩は、善求寺のお膳石として、現在でも残っています。両面宿儺は、竹古熊の軍を迎え撃つため、部下を率いて高沢山で待ち伏せをしました。ついに戦いは始まり、長い攻防の末、両面宿儺の軍は一度退却し、山の中へと消えました。竹古熊の軍はその後を追い、そこで両面宿儺が拠点としていた出川平の洞窟を発見します。竹古熊らは洞窟を目指して岩山をよじ登り、再び攻防戦が始まります。両面宿儺は人間離れした圧倒的な力を持っていました。目にも止まらぬ速さで戦場を走り回り、岩石や引き抜いた大木を投げつけ、敵を追いやりました。しかしそれでも、人数の少ない味方軍は徐々に疲れを見せ、最後には竹古熊と両面宿儺の一騎打ちとなります。激闘の末、竹古熊に軍配が上がりました。竹古熊は両面宿儺の強さを認めた上で、降伏し従うように促しますが、両面宿儺はこれを断り、討ち死にします。さて、日本書紀と飛騨地方の伝承の数々、双方を照らし合わせることで、両面宿儺伝説の真相としてのある一つの仮説が立てられます。日本書紀は、大和王権の勢力が各地の豪族に接触し、征服した記録とも言えます。そして、大和王権に従わない勢力については、蔑むように描写されていました。一つの胴体に二面の顔、手足が四本ずつある異形として描写された宿儺。それと同様に、当時の大和王権に従わなかった他の勢力も、土蜘などと呼ばれ、人ならざる者として蔑視されるとともに、畏怖されていたのです。そしてその多くは、大和王権によって葬られることとなります。これを両面宿儺伝説に当てはめるとどうなるでしょうか。大和王権は、畿内中央の王君を中心とし、各地の有力な首長や豪族と同盟、連合関係を築き、勢力を広げていきました。しかし、同盟といえど、その実態は平等なものではなく、各地の豪族は貢ぎ物や奉仕を強要されていました。大和王権は飛騨を治める豪族だった宿儺に対しても、畿内への参上を求めますが、民を救うため、宿儺はこれを拒否。そうして最終的に大和王権と戦ったというのが、現代に残る両面宿儺伝説の真実ではないかと言われています。私たちの身近にある様々な伝承、それらはこの両面宿儺伝説のように単なる空想上のおとぎ話ではなく、過去に実際に起きた出来事を後世に残すために伝えられたものなのかもしれません。
ところで、もしそうであれば、世界中の伝承になぜか必ずと言っていいほど登場する地底世界の存在もその一つなのでしょうか。そのお話は概要欄に貼っておきますので、気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。日本三大美女、一人は麗しき絶世の女流歌人、一人は千の美女より勝る剣舞、一人は愛と悲劇を舞った白拍子。その美しさは真より溢れ、時を超えてなお人を魅了する。こんにちは、Mちゃんです。今回は日本史上最も美しいと歌われる日本三大美女をご紹介します。日本で知られる世界三大美女、エジプトのクレオパトラ、中国の楊貴妃、その横に名を連ねる小野小町は、平安の世に名を馳せた美しき女流歌人です。花の色は移りにけりないたずらに、我が身世に降る眺めせし間に。百人一首のこの歌に聞き覚えがある方も多いでしょう。平安時代を代表する六人の歌人、六歌仙の一人に数えられる小野小町。彼女が日本の美の代名詞となったゆえんは、天皇の命により作成された最古の和歌集、古今和歌集の編纂に関わった紀貫之が、次のような言葉を残したためと言われます。小野小町は、いにしえの外織姫の流れなり、哀れなるようにて強からず、いわば良き女の悩めるところあるに似たり、強からぬは女の歌なればなり。外織姫とは、古事記に登場する和歌に優れた絶世の美女のこと。その美しさに衣に袖を通してなお輝きが溢れていたと伝わります。紀貫之の言葉の意味にはあらゆる解釈があり、花風の女性らしさについてを表しているとも考えられますが、小野小町のその容姿こそ外織姫のごとき美しさであるという読み方が後の世で広まったのではないかと言われています。あまたの伝承が残る小野小町は、しかしその詳細な出自や生没年などが未だはっきりしていません。複数の資料から推測するに、825年頃に生まれ、900年頃に亡くなったのではないかと推察されています。彼女が生きた後の時代、室町時代に成立した系図集孫秘文脈によれば、小野小町は小野高村の孫にあたるといいます。小野高村は平安初期の優秀な苦行で、昼は朝廷で天皇に仕え、夜は地獄で閻魔大王に仕えたという伝説が残る人物。特別に背が高く、性格は実直。武芸のほか、和歌や漢詩、書においても、右に出る者がいないほどに優れていたといいます。また、自ら望んで辞退したものの、教養や身のこなし、そして、容姿端麗であることが求められる遣唐使に選ばれたこともあり、小野小町がその血を引いているというのなら、確かにと頷けるような共通点が見られるのです。歌読みの麗しき平安貴族。高村の歌は小町と同様、百人一首にも収められ、現代にもなお親しまれています。千人の美女から選び抜かれた美しく里い女性、時は御前。平民の出身でありながら、源義朝の側室となり、後に弁慶を打ち倒す戦の天才、源義経を生んだ人物です。平治物語にはこのように記されています。平安時代末期、第76代近衛天皇の妻に藤原の亭主という女性が迎えられる際、彼女の父、惟道の命令により、侍女を一般から募ることになりました。集められたのは、都で美人と言われる千人の女性たち。その中でも特別に美しく、聡明であるとして選ばれたのが、時は御前でした。身分は、女官としては最も低い、雑仕女でしたが、世間では早くも、時は御前が最も美しいと噂が広まりました。さて、そんな時は御前に心惹かれた、源義朝は、時は御前を側室に迎え、やがて三人の子を設けました。
今若、音若、そして後の義経、牛若。牛若が生まれた年の1160年、平治の乱が勃発し、義朝は平清盛との戦いに敗れた末、逃げる最中、味方に裏切られ、殺されてしまいます。処刑命令の下された幼い我が子たちを連れて、吹雪く真冬の寒空の下、命からがら京都を逃げ出し、叔父のもとに身を隠しました。しかし後日、代わりに母が捕まったとの知らせが入ると、腹をくくり、平清盛のもとに出頭するのです。母の命をお許しください。子供たちを殺すなら、どうか私を先に殺してください。そう懇願する時は午前の強さと美しさに、清盛は心打たれ、源頼朝を処刑せず、島流しとする処分の決定も相まって、命を許してやりました。遺恨を残さないためには、子供も皆等しく処刑するというのが、当たり前の考えであった当時、この待遇は異例でした。常磐御前は清盛の愛人となり、女の子を出産。その後しばらくして清盛は、あなたは再婚すべきだと言って、常磐御前を藤原家に託します。そこで大蔵卿の地位を賜る一条長成という公家のもとに嫁ぎ、二人の子を設けたのでした。さて、物語では時代に翻弄され、苦難の一生を遂げた女性として描かれる常磐御前。しかし実際には、言われるほど不幸な人生ではなかったのではないかとも言われています。最初の夫、源義朝は平清盛に直接殺されたわけではなく、また、三人の子供たちの命も救われたため、清盛自体を強く憎んではいなかった可能性があり、清盛との男女関係も実際にあったかどうかは不明で、どこまでが事実か分かっていないのです。再婚後の家族構成については、複数の文書で確認が取れており、長成は地位があり、裕福であったため、常磐御前は生涯不自由なく過ごすことができたと言われています。常磐御前の息子、源義経の愛人、静香御前もまた、絶世の美女と言われた女性の一人でした。義経の武勇を記した軍事物語、義経記には、このように記されています。平安時代末期、長く続く日照りに、川の水も枯れ果て、人々は大変苦しんでいました。どうにか雨を降らせようと、後白河法皇は、京の神仙苑に、各寺院の構想を100人集めてお経を読ませましたが、何の効果もありません。それならばと、今度は容姿端麗な白拍子を100人集めて順番に舞いをさせましたが、99人舞ったところで、やはり雨は降りません。残るあと一人も変わらぬ結果だろう。もはや打つ手はないのか。落胆の声が上がる中、最後の一人が進み出て、悠然と歌い舞いました。すると、たちまち空は暗雲が立ち込め、三日にわたり雨が降り続いたのです。後白河法皇は感嘆して言いました。静香御前、そなたの舞は日本一だ。そう、彼女こそ、美しき白拍子、静香御前。後に義経に見初められる女性です。さて、義経には腹違いの兄がいました。後に鎌倉幕府の初代将軍となる源頼朝。鎌倉時代の歴史書「吾妻鏡」によると、頼朝と対立した義経は身を追われ、大物浜、現在の尼崎から九州へと向かう際、静香御前も同行したといいます。ところが、義経の船団は嵐で遭難し、岸へ戻されてしまうのです。現在の奈良県、大和の国にある、女人禁制の吉野山で、義経と別れた静香御前は、京へ引き返そうとしますが、その途中、従者に荷物を奪い去られ、山の中をさまよううち、山寺の僧侶に捕らえられてしまいます。身柄は京の北条時政のもとに引き渡され、その後、彼の娘がいる鎌倉の地へと移されました。娘、北条政子と、その夫、すなわち、敵対する義経の兄、頼朝のもとへと。1186年、静香御前と対面した頼朝は、妻政子の勧めで、
日本一と称される舞を見せてみよと命じました。静か御前は再三断りますが、ある時ついに受け入れ、鶴岡八幡宮の舞台上、決死の覚悟で愛する義経に向けた歌を歌うのです。吉野山、峰の白雪踏み分けて、入りにし人の後ぞ恋しき、静や静、静のおだまき繰り返し、昔を今になすよ下がな。命がけの白拍子は、見る者すべてを圧倒するほどに素晴らしい舞でした。ただ一人、頼朝を除いては、激怒する頼朝をなだめたのは、妻の北条政子でした。私が同じ立場にあったなら、私もまた、あのように歌ったでしょう。こうして命を救われた静御前でしたが、実はこの時、お腹に義経の子を身ごもっていました。頼朝は、生まれてきた子が女であれば許すが、男であれば殺すようにと命じます。かつて平清盛にその命を許され、島流しとなった頼朝。その情けが仇となり、平氏は滅び、源氏が再び栄えた以上、見過ごすことはできなかったのです。数ヶ月後、静御前が産んだのは男の子でした。静御前は泣き叫んで、我が子を離そうとせず、見かねた母親が子を取り上げ、やがて赤子は由比ヶ浜の海に沈められました。静御前は母と共に京に帰され、心を痛めた政子は、せめてもと、たくさんの宝を持たせたといいます。この三年後、義経は頼朝の圧力に屈し、敵に包囲され自害。静御前がその後どのように生きたのか、記録には一切残っていません。ところで、静御前を懸命に擁護した北条政子という女性。優しさと聡明さは、その言動の端々から見て取れることでしょう。しかし彼女は、日本三大悪女の一人としても名が知られているのです。一体なぜ、そのような悪名を言われるようになったのか。囁かれる噂と真相。日本史上最強と謳われる日本の三大悪女については概要欄の動画でご紹介していますので、気になる方はぜひご覧ください。その数数百種、記録に残っていないものも含めれば星の数ほど存在したとされる剣術の流派。様々に枝分かれしたそれらの元をたどると、やがては室町時代頃に生まれた剣術の源流と呼ばれるいくつかの流儀にたどり着きます。日本刀が武士の主な武器として扱われるようになりだした時代、出揃った五人の高き剣豪たち。日本を代表する流儀を起こし、剣の礎を築いた彼らのたどり着いた境地とは。こんにちは、Mちゃんです。今回は剣術の祖、日本の大剣豪五選をご紹介します。日本の剣術の源流、兵法三大源流の一つ、年流の始祖、年阿弥陣音。時は南北朝時代、奥州相馬、現在の福島県南相馬市。父は武将、新田義貞に仕える、相馬四郎左衛門の丞忠重。五歳の時に死別した父の仇を取らんと、ジオンは剣術の世界に足を踏み入れるのです。十歳で上京し、京都、鞍馬山で鍛錬を重ねていたある日、ジオンは奇妙な人物に出会い、薙刀、槍、剣、杖など、あらゆる武術を学びます。16歳の時に鎌倉の寿福寺に赴くと、僧から秘伝の剣術を授かり、18歳で尽くし、すなわち九州の安楽寺にて、剣の奥義を得得。こうして、全国の達人を訪ねては、剣の修行に励みました。心身ともに成熟したジオンは、奥州に帰ると、父の仇討ちを果たします。その後は禅門に入り、諸国を巡っては、自らの剣法を教え広めました。最も古い流儀の一つ、年流。その意味を、一年を立ち先に込めて敵を追い詰めること。右手を切られたら左手で、両手が切られたらかぶりついてでも一年を通す。鋭い突きが特徴で、太刀の先に米一俵、
およそ60キロの重さの俵を吊るしたり、あるいはそこにはしごをかけて人を登らせたりしても太刀を構えることができたといいます。晩年ジオンは年代を将と名乗り、56歳でこの世を去りました。生涯を通して数多く輩出した優秀な門弟たち、中でも特に優れた14人の門弟は14鉄と称され、そこから様々な流派が広がっていくこととなります。600年以上経った現在に至るまで樋口家に受け継がれる自衛の剣、真庭年流、兵法四大源流とした場合に数えられる中条流、一説に佐々木小次郎が創始した巌流も流れをたどれば年流に行き着くとされます。兵法三大源流の一つ、天真正伝香取神道流の始祖、飯笹長威斎家直、1387年下佐の国の香取郡、現在の千葉県多古町で豪氏の家に生まれた家直は、幼い頃より武術に優れ、あらゆる武芸に触れて育ちました。やがて第8代将軍足利義政や第50代桓武天皇の血を引く名門千葉氏の宗家に仕えることとなり、その名は瞬く間に広まります。室町時代中期にあたる1455年、家直の人生を大きく変える教徳の乱が勃発。千葉氏は内部分裂を起こし、主君は裏切りを受けて自害。武士としての生き方に虚しさを覚えた家直は、剣の極意を極める修行に打ち込むようになるのです。仏主の神を祀る香取神宮の奥の宮に近い梅木山普段所にこもること千日千夜、およそ3年にもわたる修行の末に家直は悟りを得ました。兵法とは平和の法なり、敵に勝つ者を上とし、敵を討つ者はこれに次ぐ。この時仏主の神より、南寺後に天下剣閣の師とならんという啓示を受け、一巻の心象を受け取ったといいます。こうして生み出したのが天真正伝香取神道流。日本武道の源流とも言われるのは、古くから香取神宮と鹿島神宮の神職に伝承されていた剣術をもとに、これまで決まった型のなかった日本武道を家直が体系化したためです。剣術、居合術、棒術、槍術、薙刀術、手裏剣術、柔術、さらには忍術や風水、築城法、一撃必殺の技術を磨き、相手から来る攻撃より早く技を繰り出す。ただし戦うことを戒め、戦わずして勝つことを最上とする。600年経った現在にもその流儀は受け継がれています。後に家直は香取神宮近くに道場を開き、多くの門弟を育て、1488年102歳で逝去しました。家直の門流には、後にご紹介する新影流の上泉伊勢の神信綱や、鹿島の塚原時の神安本、そしてその養子塚原牧伝など、名だたる剣豪たちが連なります。戦乱の世で刀傷一つなく生涯無敗を誇った剣士塚原牧伝の逸話については、実在した世界最強の戦士5000の動画でご紹介していますので、気になる方はぜひご覧ください。兵法三大源流の一つ、影流の始祖、愛水光斎久忠。1452年、伊勢の地に生まれた久忠は、幼少の頃より才能のあった剣術を極めるため、武者修行に奔走し、日向国、現在の宮崎県に移り住みました。やがて36歳になると、日向国の宇土の岩や、海岸の荒波寄せるおよそ1000平方メートルにも及ぶ岩の洞窟内にこもり、そこで剣の奥義を悟ります。ある時、岩屋の天井から降りてきた雲を払おうとしたところ、いくらやっても雲は手足をするりとかわし、その動きを追ううちに影流を見出したのです。相手の動きを読むこと、それは表には見えない心の動き、すなわち影の流れを見定めること。教えを授けた雲は神の化身であったと伝わります。久忠は影流を天下に広めるべく諸国を巡りました。一説には中国、明にまで渡航したとも言われ、晩年は地元で天寿を全うし、1538年87歳で亡くなりました。さて、そんな影流はその後、ある人物が継承したことで日本の剣術を代表する新たな流派を生み出します。
影流を受け継ぐ剣聖、新影流の流祖、上泉伊勢の神、信綱。1508年、神津家の国、現在の群馬県、大御城の市場、上泉城。藤原の秀里を祖先に持つ、大御氏の一族、上泉氏に生まれたと言われる信綱は、後に箕輪城の長野氏に仕えるも、武田信玄に攻め入られて滅亡し、戦国武将の道が断たれてしまいます。そこで、当時考案した流儀、新影流を広める旅に出るのです。先にご紹介した兵法三大源流を含むあらゆる剣術、中でも特に影流を発展させ生み出した新影流。その心得は、刀身一致、心身一如で刀を振る、静止禅。何にも固執することなく柔軟に、相手の動きを引き出して切る、まろばし。そして何より、技より先に、礼や仁義、人の心を磨くこと。上泉兵法、古今比類なし、天下一と言うべしとは、第13代征夷大将軍、足利義輝が、新影流を絶賛した言葉として伝えられています。信綱は多くの門弟を抱え、その中には、刀を持たずして相手を抑える、無刀取りで有名な、柳生新影流を起こした、柳生石秀才、宗義や、足利義輝の前での演武で、信綱の打ち立ちを務め、後に構えと袈裟斬りを特徴とする、大社流を起こした、丸目長義、他にも数多くの流派の祖を輩出しました。さて、これまでにご紹介した剣術が生まれるよりも、さらに昔、平安時代後期に成立したとされる剣法があります。剣豪、喜一方言が生み出した、京八流。喜一方言が京都、鞍馬山で、8人の僧侶に教え伝え、あまたの剣術の源流となったと言われる流儀です。かの源頼朝が、幼少期に鞍馬寺で学んだとされる剣術も、冒頭にご紹介の、念流を開いた念阿弥智音が、鞍馬山で奇妙な人物に出会い学んだという武術も、本来は京八流の流れではないかと考えられていますが、いずれも文献が消失しており、確かめようがないのが実態です。剣術の神と呼ばれる喜一方言は、兵法家であるとともに、伝説的な陰陽師としての顔も持っています。古い文献に記された、超人的な逸話の数々。かつて日本に君臨した最強の陰陽師6選については概要欄の動画でご紹介していますので気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。日本の歴史に名を連ねる呪力を秘めし刀剣の数々、呪具と呼ばれるそれらは恐ろしげな妖気をまとう。取り巻く数多の伝説は今の時代も昔にも人を震わせ、引きつける。こんにちは、Mちゃんです。今回は、日本国に眠る呪われの刀剣、実在する特級呪具6選をご紹介します。天孫降臨の地、高千穂の峰の山頂に突き立てられるは、天の逆鉾。日本神話において、イザナギとイザナミが日本列島を作る際、混沌と大地に突き刺し、かき混ぜたとされる矛です。ある伝承によると、天照大神の孫、神武天皇の曽祖父にあたる農業神、ニニギの御事が、地上を治めるべく、天から宮崎の高千穂の地に降臨し、二度と矛が振るわれることのないようにと、世の安寧を祈願して、天の逆鉾を高千穂の峰の山頂に突き立てたとされています。かつて、かの坂本龍馬が妻のお龍と高千穂の峰を訪れた際には、龍馬は地に刺さった天の逆鉾を引き抜き、そのことを姉に宛てた手紙に書き残しています。後に天の逆鉾は噴火によって折られてしまい、山頂にはレプリカが置かれ、本物の絵は地中に残し、刃の部分は人から人へと渡って、現在は行方がわからなくなっています。実際のところ、天の逆鉾が高千穂の峰にいつ頃からあったのかはわかっていませんが、奈良時代にはすでに存在していただろうとされています。他にも天の逆鉾の所在については、伊勢神宮など諸説言われています。怪しい魅力のある刀、妖刀村正。
村正とは室町時代から江戸時代初期に活躍した刀鍛冶の代々の名であり、また彼らが作った日本刀の総称です。伊勢の国桑名郡で名を挙げた一代目村正に始まり、桑名の地で少なくとも6代以上にわたり受け継がれることとなりました。彼らは一般的な日本刀に限らず、小刀や槍など幅広く製作し、多くの刀剣を世に出しました。村正の特徴は鋭い切れ味と表裏揃った大きく波打つ独特の刃文です。戦国時代には天下の技者と評され、多くの武将たちが実戦刀として使用しました。ところがその後、村正は妖刀として人々に恐れられることとなります。戦国大名徳川家康の周辺で次々と起きた死傷の数々、祖父が切られた刀、父が刺された脇差し、嫡男の切腹の解釈に使われた刀、強敵真田幸村の哀悼、そして関ヶ原の戦いで家康本人が負傷した槍、これらの凶器はことごとく村正でした。このため徳川家にあだなす倒幕の志士たちの中には、村正を好んで使う者もおり、有名な人物としては西郷隆盛などが愛用したと言われています。しかし村正を持てばたたりあり、一度握れば非業な死が待ち構えるのです。西郷の最後は1877年の西南戦争、5万の政府軍を相手にたった372人という絶望的な戦力で抵抗しました。追い詰められ集団自決を決行しようとかろうじて守った砲塁に向かうも、途中銃撃に倒れ到達することもかなわず、仲間の一人に解釈を命じてその場で首を落としたのでした。ひとたび抜けば血を水には収まらない。武士の多くを魅了した妖刀村正は今も日本中に眠っています。鎌倉時代中期、刀鍛冶粟田口国綱による鬼丸国綱、数ある日本刀の中でも特に名刀と言われる天下五剣の一つです。室町時代に成立した軍事物語太平記にはこのような伝説が記されています。鎌倉幕府の初代執権北条時政は、夢の中に現れる子鬼に舞を苦しめられていました。ある日の夢に太刀国綱と名乗る一人の老人が現れ、私は粟田口国綱の太刀の化身である、汚れた人の手に握られて錆びついたこの身が鞘から抜けんのだ、妖怪を退治したくば錆を拭い去ってくれと告げて消え去りました。時政は早速国綱を手入れし、抜き身のまま部屋に立てかけておきました。すると刀はおのずと倒れて、火鉢の足に細工された鬼の首を切り落としたのです。以来時政を苦しめた子鬼は夢に現れなくなり、その刀は鬼丸と呼ばれるようになりました。現在は皇室の私有財産として宮内庁が管理し、大切に保管されています。源氏に伝わる鬼打ちの名刀髭切り、時は平安、源頼光の父源光仲は筑前の国に住む唐国の鉄細工師に太刀を作らせました。刃渡り2尺7寸、およそ81センチ、試し切りで罪人の髭まで切れたことから髭切りと名付けられました。髭切りは持ち主の手を点々と渡りました。源頼光の部下で来航四天王の一人である渡辺の綱の下では、京都の一条戻り橋で最強の鬼酒呑童子の仲間茨城童子を切ったとされています。平安時代末期になると、髭切りは夜ごとに獅子のように吠えたけり、やがて獅子の子と呼ばれるようになりました。さらに当時の所有者源為義の持つもう一本の刀を切り落としたことで、髭切りは友切りへと改名されることとなります。1156年保元の乱では、為義は崇徳上皇側に突き戦うも敗北、後白河天皇側についた息子
源義朝によって処刑され、智切は義朝のもとへと渡りました。後に義朝は兵士に敗れ落ち武者同然となります。その時義朝は八幡大菩薩のお告げを聞くのです。刀の名を戻せ、さすれば力は蘇る。こうして名をひげ切りに戻すと、ひげ切りは義朝の息子頼朝を助け、源平合戦において源氏を勝利に導いたのでした。鎌倉幕府の滅亡後は新田義貞や最上氏らの手に渡り、現在は北野天満宮に保管されています。平安時代最強の僧兵武蔵坊弁慶が愛用した巨大な薙刀岩通し。通常の薙刀の刃渡り75から90センチという大きさに対し、岩通しは三尺五寸、およそ105センチと大きく、常人では到底扱うことができない代物でした。また、軍記物語、義経記に登場する岩通しは、薙刀ではなく、160センチほどもある巨大な太刀として描かれています。岩通しはその名の通り、岩をも断ち切るほどの切れ味を持つ名刀です。1488年頃に成立した刀剣書、長鏡明尽くしによると、岩通しを作ったのは、天下五剣の一振り、三日月宗近を作った名将、三条宗近とされています。平安時代末期、紀伊の国に生まれた弁慶は、生まれた時から3歳児ほどの大きさで、髪も歯も生え揃っていたといいます。鬼のことを恐れた父は殺そうとしますが、母の必死の懇願により命を許され、以降は京都の叔母の元で育てられました。その後、比叡山の僧に入れられますが、あまりの乱暴さに追い出され、四国や播磨の国を転々とし、やがて京都に戻った弁慶は、願掛けのため刀狩りを始めます。目標の千本目に届く目前、あと一本のところで、牛若丸、後の源義経に敗れ、それからは義経の忠臣として仕えたとされています。弁慶が実在したかどうかは、実のところ不明ですが、彼にまつわる伝承は日本各地に存在しています。そして名刀岩通しは、現存はしていないものの、今治市の大山積神社には、弁慶が奉納したとされる薙刀が存在し、国の重要文化財となっています。神をも切った名刀、大切り。振るうは、戦国の世の武将、別紀秋面。またの名を、立花道雪。江戸時代初期に書かれた軍事記、大友荒廃記には、道雪が雷を切ったという伝承が記されています。天文17年、1548年6月5日、35歳の道雪は、故郷の豊後の国にて、炎天下の中、木陰に涼みながら昼寝をしていました。すると急な夕立ちに雷が落ちかかりました。瞬間、道雪は木に立てかけた刀を手に取り、雷の中にいた雷神を切ったといいます。落雷により道雪は負傷し、左の足を不自由にしながらも馬に乗り敵陣に突撃するなど、これまで以上の武功を挙げるようになり、それは他国の武将にも認められるほどでした。雷神を切った刀は、絵に鳥の飾りがあったことから、千鳥と呼ばれていましたが、一見以来は、雷切りと改名し、道雪は常に傍らに置いたのでした。神聖と邪悪を秘めた、呪具の数々。古く日本の伝説には、こうした両面の性質を持つ、超越した存在が多く伝わります。精霊や怨霊、神や妖怪、時に彼らは人を脅かし、また時に人を救い導きます。かつて平安の世に君臨した陰陽師は、式神と呼ばれる鬼神を召喚し、使役しました。善と悪とを持ちながらも、主に従い、災いを払うのです。安倍の生命が使役した最強の十二天将については、概要欄の動画でご紹介していますので、気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。その神聖な存在は、人の心の善悪を見定める。かつて陰陽師が使役したと伝わる式神。それらは、
守護神であったり、悪神であったり、妖怪であったり、人の霊魂であったりと、その性質から容姿まで様々です。中でも、平安の世が生み出した最強の陰陽師、安倍の生命操る式神は、そうそうたる顔ぶれが集められていました。こんにちは、Mちゃんです。今回は、陰陽師、安倍の生命が刺激した日本最強の式神、十二天将をご紹介します。天才陰陽師、安倍の生命が呪術を使用する際に刺激したと伝わる最強の式神、十二天将。十二天将とはもともと、陰陽師の行う戦術、陸人進化において象徴的な要素の一つでした。陸人進化とは、約2000年前に中国で成立した歴史ある戦術のことで、その技法は日時を基準として、天文と干支を組み合わせて占うというものです。占いの手順の中で、十二天将は季節や五行などとともに方角ごとに割り当てられます。陸人進化がやがて日本に伝わり、平安時代になると、安倍の生命を筆頭とする陰陽師たちがこれを活用して、もののけや病など目に見えない存在やまだ見ぬ未知の事柄を明らかにしたとされています。十二天将の存在については、生命が残したと伝わる現存する日本最古の陰陽道の書物、千字略決に触れられています。順に見ていきましょう。その強将、名は東だ。驚きや恐怖、恐れを司る蛇神。炎に身を包み、霧の中を自在に飛び回る。十二支は蛇に対応します。一般には凶悪な神とされる一方で、中国の古い文献には、吉兆を象徴する神獣として記され、三国志の曹操が読んだ詩にも、このように登場します。神器は長寿だと言うが、それでもなお、終わる時が来る。東田は霧に乗ると言うが、ついには死して、土塊となる。しかし、年老いた春芽は、馬屋に伏せっても、その志は、遥か千里にあり。同様に、強い信念を持つ者は、晩年になっても、その勇ましい志を失わぬものだ。人の寿命の長短は、ただ天のみが決めるわけではない。自らが幸福を培うように心がければ、長寿を得ることができるのだ。なんという幸せの極みか。さあ、我が志を詩に乗せて歌おうではないか。その強将、名は朱雀。四方の方角を司る四神の神獣。炎をまとう赤き神鳥。南を守護する神獣で、十二支は馬に対応します。日本において古くから信じられる詩人相応の思想。これは古代中国から伝播したもので、四体の神獣が東西南北の各方位を守護し、都の守りを強固にするという考え方です。朱雀は南に住み、大きな池に舞い降りるとされています。そして、繁栄と平和の時代にのみ現れ、赤く美しい大きな翼で厄災や悪霊を払い幸福を招くのです。その吉祥、名は陸号。平和と調和、そして姫事を司る神。十二支はウサギに対応します。陸号は詳細な情報が現代まで残されておらず、十二の式神の中で最も謎に包まれた存在です。調和の象徴であることから、結婚などの啓示をもたらすとされています。その強将、名は高鎮。京を守護する四神の王者、黄金に輝く神獣、愚鈍の象徴。争いや激しい怒りを司る。また、不動性を司る独身でもあり、土地や建物に関与するとされています。十二支は、辰に対応します。高鎮は、蛇の容姿で描かれることが多い一方で、中国神話に伝わる竜と同一視されることもあり、金色に輝く黄竜や雨を降らせる黄竜がそれとされています。
その吉祥、名は青龍。東を守護する指針の神獣、力に満ちた青き龍。富の象徴、金銭や啓示を司る神獣で、東の方角に住み、河川に宿るとされています。十二支は虎に対応します。古代中国に伝わる文献によると、馬の首に蛇の尾、さらに鹿の角を備え、頭部はラクダ、うなじは蛇、鱗は魚、爪は鷹、手のひらは虎、耳は牛である、と記されるように、その姿は九つの鳥獣中魚に類似した部分からなるとされています。その吉祥、名は鬼神。方角神にして十二天将の主神。財産や豊穣、貴賓を象徴し、福徳を司る。鬼神の名は複数存在し、時に天一神、中神、天乙とも呼ばれます。十二支は牛に対応します。鬼神の出自は天女であるという説や、北極星の星であるという説など様々あります。幸いをもたらす神である一方で、鬼神が天上から下界に降臨し、四方を巡るとされる44日の間、鬼神のいる方へ行けば、祟りがあるともされ、人々は邪魔にならないように、その方角を避けたと言います。その吉祥、名は天公、またの名を、魔祖、天上聖母、天妃。古代中国における宇宙の万物を支配する最高神、天帝の妃。愛情、母性、女性にまつわるすべての事情を象徴する優美なる女神。航海や漁業を司り、疫病などの不幸から人々を守護する。十二支はイノシシに対応します。天公は約千年前、中国の福建省に生まれた木杖という女性が神になったものだとされています。生まれた時からほとんど泣かなかったことから、木杖と名付けられたその少女は、幼い時から賢く、仏教を熱心に信仰し、10歳ですでに日夜念仏を唱えるほどでした。やがて16歳の時に神通力を得ると、村人の病を治したり、水難事故から人々を救ったりと様々な奇跡を起こしました。ところが、28歳のある時、父親が海で事故に遭い、帰らぬ人となりました。悲しみに暮れた木杖は山へと向かい、やがて彼女の魂は山頂から天に昇って神となったとされています。その吉祥、名は太陰。姿は少女、その実は知恵に長ける老婆。清廉純白、公正、正直を象徴する女神である一方、知識や芸術のほか、隠し事を司る。十二支は鳥に対応します。婚姻や出産といった女性に関連することは、嫉妬深い太陰の怒りに触れるため、在位する方角は避けるべきとされています。その強将、名は玄武。北を守護する指針の神獣、冥界と写しようを往来する漆黒の神器。富と無病息災を象徴する一方、闇と邪悪、終わりと窃盗をも司る。その姿、蛇の頭尾に四足を持ち、背には亀の甲羅を備え、あるいは亀に蛇の巻きつく神獣。十二支はネズミに対応します。古代中国において、亀は長寿と不死の象徴、蛇は生殖と繁殖の象徴でした。この二つが合わさった玄武は、不老長寿や子孫繁栄などをもたらすとされています。また、北方の大きな山に住み、冥界に通じて、占いの信託を受けることができるという稀有な存在でもありました。その吉祥、名は大魔、またの名を大丈。古代中国における宇宙の万物を支配する最高神、天帝に仕える文官。忍耐や日常性、恒久不変を象徴し、春夏春冬の喜びを司る禅の神。十二支は羊に対応します。冠と帯を着用し、きっちりと身なりを整えた、まさに文官らしい容姿であるとされています。その強将、名は白虎。西を守護する指針の神獣。あまたの獣の頂に君臨する白き聖獣。刃物や聖球、事故や喧嘩を象徴し、勇猛、病、
そしてもうつかさどる。十二支は猿に対応します。白虎は西に住み、帯同をかけ、睨みを聞かせて邪気を追い払い、幸せを呼び込む存在です。古代中国において、虎は獣の王とされていました。そして、虎が500年生き抜き、霊力を得ることで、白虎になると言われています。その強将、名は天空。霧や黄砂を呼び寄せる、最も卑しい土の神。その性質は両極端。陽は自由、芸術の象徴。陰は消耗、不実や損失、中身のないものを象徴する。十二支は犬に対応します。天空の卑しさがいかなるものかというのは、安倍の生命の言葉が全てを表します。そのほとんどは欺かれ、信用ならない強将。個性豊かな十二天将の中でも、このような評価ですから、よっぽどなのでしょう。以上、全十二体。天才陰陽師、安倍の生命の刺激する式神の中でも、最強と言われる十二天将は、やはりその名にふさわしい強者揃いでしたね。さて、古く日本の国の中心にいた陰陽師は、安倍の生命の他にも、その名の知れた者たちが活躍を遂げていました。日本最強の呪術師、陰陽師六選については、別の動画で詳しくご紹介していますので、概要欄の動画をチェックしてみてくださいね。戦術、呪術、祭祀、天文。陰陽道に基づいて、彼らは時を計り、暦を作り、未来を占う。かつて日本の中心で、官職として仕えた陰陽師。古い文献に記された彼らの超人的な逸話、神秘的な法術の数々は、時を超え、今もなお人々を魅了します。こんにちは、Mちゃんです。今回は、かつて日本に君臨した、希代の陰陽師六選をご紹介します。平安時代に活躍した陰陽師、賀茂忠之。第60代醍醐天皇の時代から、第62代村上天皇の時代まで仕えたとされ、当時、比類する者がいないと言われるほど、陰陽道に精通していました。当時の天皇たちからの信頼も厚く、その腕を披露するように命じられた際には、石符と呼ばれる、覆いの中身を言い当てるという透視術を披露し、見事的中させたと伝わります。忠之の最大の功績は、陰陽寮の三部門、天文道、暦道、陰陽道を全て統括したことにあります。陰陽寮とは、律令制の日本において、天文現象の記録や観測、暦の編纂、占いなどを担った機関のことです。元来、三つの部門ごとに専門家を置き、分業体制が取られていましたが、忠之はそれをすべて掌握し、陰陽道における賀茂家の地位を確立しました。また、陰陽師の育成にも注力し、子、賀茂の安成を一流の陰陽師に育て上げただけでなく、かの安倍の生命を幼いうちから弟子に迎え、自らの術のすべてを教え込んだとされています。賀茂忠之の子にして、父と同様、非常に優れた陰陽師であった賀茂安成。安倍の生命の師、あるいは兄弟子とも言われ、陰陽道のうちの天文道を安倍の生命に、暦道を子、光義に継がせ、陰陽道創建を二分したとされています。平安時代末期に成立した今昔物語集には、幼い頃から才能を発揮していた安成の逸話が記されています。父、忠之がお祓いをしに家を出ようとした時、当時10歳ほどであった安成はどうしても一緒に行きたいと強くせがみました。そこで忠之は仕方なく安成を牛舎に乗せ一緒に連れて行ってやることにしました。お祓いが終わり帰る道中、安成は父に問いました。先ほどのお祓いの場、人のようで人でない恐ろしい気配をまとった者たちが、
20〜30人ほどやってきて、ずらりと並んでおりました。お供え物を食べた後、作り物の船や牛舎、馬などに乗って、ちりぢりに帰っていきましたが、あれは一体何だったのでしょうか。忠行は驚きました。安典は鬼人を見たのだ。陰陽道に優れる私でさえ、幼い頃は見ることはなかった。ようやく鬼人を見たのは、陰陽の術を習得してからのことだ。この子はきっと素晴らしい陰陽師になるだろう。そうして家に帰るなり、忠行は早速、陰陽道について知る限りのことをすべて教え込んだといいます。歴代最強と名高い天才陰陽師、安倍晴明。賀茂忠行、賀茂康則に陰陽道を学び、天文道を伝授され、やがて賀茂家と並ぶ二大陰陽道宗家として、安倍家、後の土御門家の祖となりました。晴明にまつわる伝説は数知れず、彼の出生についてだけでも様々な説があります。大阪に伝わるクズの葉伝説によれば、安倍の安名という人物と、クズの葉という名の白子との間に生まれた子供が晴明であるとされています。晴明は賀茂康則のように、幼くしてその才能が開花しました。ある時、夜間の見張りをしていた晴明は、前方から百鬼夜行の軍勢が向かってくるのを発見し、寝ていた賀茂忠行を起こして難を逃れたことがありました。このことから、忠行は晴明をそばに置き、大切に教え育てたといいます。また晴明は、名だたる陰陽師たちの中でも突出した存在でした。宇治周囲物語によれば、ある日、晴明のもとに二人の子供を連れた、年老いた僧が訪ねてきて、陰陽道を教えてほしいと言いました。しかし、これは罠でした。老僧の正体は、播磨の国の陰陽師、智徳法師。彼は晴明の噂を聞きつけ、その腕を試すため、二体の式神を子供の姿に変え、晴明の技と才能を推し量ろうと目論んでいたのです。ところが、その企みを見抜いた晴明は逆に術をかけることにしました。袖の中で印を結び、密かに呪文を唱えると、二人の式神の姿は途端に消え去り、驚いた智徳法師は慌てて謝罪しました。他者の式神を消すなど、全く不可能なことだ。どうか私を弟子にしてください。そうして晴明は彼を弟子に迎え入れたと言います。そんな安倍晴明には、ライバルの陰陽師がいました。芦屋道満。晴明と対立する形で様々な文献に伝承が残る一方、実在したかもわからない謎に包まれた人物です。道満に関する記述は、宇治周囲物語や古事談を皮切りに現れるようになります。ある時、苦行、藤原道長が外出のため門をくぐろうとした時、可愛がっていた犬が突然その行く手を阻みました。不思議に思った道長は、安倍晴明に占わせると、どうやら道の中に呪具が埋められているとのこと。早速掘り起こしてみると、黄色い紙で十文字に縛られた二つの土器が現れ、土器の底には朱で文字が書いてありました。呪いの犯人を探すため、晴明は懐から紙を取り出し、鳥の姿に結んで宙に投げると、紙の鳥はたちまち白鷺となって、南の方角に飛んでいきました。鳥が導いた先には、道満と同一人物とされる道魔法師の家がありました。なぜ呪詛をかけたのかと問い詰める晴明に、道満は道長を呪い殺そうと企む藤原の秋光に雇われたのだと白状するのでした。道満と晴明、二人の術比べの伝説は、その多くが道満を悪とするものですが、一部には、晴明の協力者としての善良な姿が描かれることもあります。安倍晴明の五代目の子孫にして、晴明以来の天才と言われた安倍晴親。占いや天文の分野で類稀なる才能を発揮し、特に戦術においては晴親の右に出る者はおらず、鳥羽法皇や後白河法皇、苦行、藤原の頼長など、
朝廷で厚い信頼を得ていました。彼の戦術は非常に優れ、平家物語や大気、玉葉などによれば、1148年に起きた天皇の御殿である土御門の代理の火災や、1172年に起きた後白河法皇の王女、厚子内親王の急逝、1179年の大地震、その直後に起きた平の清盛による後白河法皇の院政の停止、さらには1180年に起きた後白河法皇の第三王子、持人王の挙兵まで、他にも様々的中させたといいます。室町時代初期に綴られた軍記物語、義経記に登場する伝説の陰陽師、喜一方言。彼は京都の一条堀川に住む僧侶の格好をした陰陽師で、文武の達人だったとされています。また、日本の剣術の源流の一つ、京八流の始祖であることから、剣術の神としても崇められています。義経記には、喜一方言が所有していた中国より伝わる天下の兵法書、陸東三略をめぐる人騒動が記されています。全16巻からなるその書は、読めば超人的な力が手に入るとされ、征夷大将軍として蝦夷征伐を成功させた坂の上の田村麻呂や、関東独立を図り朝廷と対立した平将門など、読んだ多くの人物が偉業を成し遂げたといいます。陸東三略は代々帝の宝蔵に秘蔵されていましたが、後に喜一方言が祈祷の大化にこれを賜りました。後日、不思議な書の噂を聞きつけた源義経は、自分も一目見たいと喜一方言の屋敷を訪ね、一日だけ貸してほしいと言いました。しかし喜一方言はその頼みを拒否します。すると義経は考えを巡らせ、喜一方言の娘と契りを交わし、彼女にこの書を盗ませたのです。望み通り、陸東三略を手に入れた義経は、昼には書写、夜には学習と一日中読みふけり、そうして7月上旬に読み始め、11月10日頃には16巻すべてを一文字も漏らさず覚え切ったのでした。喜一方言が実在したかは定かではありませんが、京都の鞍馬山には彼を祀る社があったり、屋敷跡が残されていたりと、その存在を物語る数々の痕跡が現存します。かつて日本の中心で活躍した彼ら陰陽師ですが、時代の経過とともに急速に権威を失い、やがて明治政府により転写禁止令が発令されると、陰陽道は迷信であるとして禁じられてしまいます。それでも彼らの尊んだ思想は民間で大切に守られ、現代まで受け継がれています。それは例えば、正月や節分、桃の節句に端午の節句。遥か昔に陰陽師が国と人々の安寧を願い、暦を作ったように、私たちは陰陽道の風習に触れるたびに、時の流れを感じながら、来たる未来を思い願うのです。さて、陰陽師の活躍した時代、彼らの仕える朝廷では様々な奇怪な事件が起きました。襲い来る天災、天皇家の突然死。それはまるで、悲運な最後を呪い恨んだ怨霊のたたりのように、因縁の相手にばかり降りかかるのです。人々を恐怖に陥れた6人の大怨霊については、別の動画で詳しくご紹介していますので、気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。世界中の伝承に伝わる刀剣の数々、英雄の遺産、あるいは甚大の神技、伝説を共にした美しき刃には壮大な歴史が刻まれています。さて、どのような物語が秘められているのでしょう。こんにちは、Mちゃんです。今回は歴代の聖戦を物語る伝説に伝わる7つの名剣をご紹介します。アーサー王伝説に伝わる魔法の力を宿した聖剣、エクスカリバー。その切れ味は、硬い鉄をまるで木を裂くかのように、いとも簡単に切り落とし、その刀身は
100本の松明を束ねるよりも強い輝きを放ちます。石に突き刺さるエクスカリバーを引き抜ける者こそ真の王である。こう言われる聖剣エクスカリバーを引き抜いたアーサー王は、その剣を持って侵攻してきたサクソン人の軍勢をたった一人で470人打ち倒すなど、数々の武勇を打ち立てました。アーサー王の詳細な伝説は文献によって異なりますが、物語はアーサー王とエクスカリバーの最後までが描かれています。致命傷を負ったアーサー王は、死の直前キャメロット城の円卓を王と共に囲むことを許される。選ばれし円卓の騎士の一人ベディビアにエクスカリバーを託し、湖に投げ込むよう指示しました。ベディビアが湖に剣を投げ込もうとすると、湖の中から何者かの手が現れ、エクスカリバーを受け取るとそのまま水の底へと消えていったといいます。1050年頃に成立したフランス最古の叙事詩ローランの歌。物語の主人公英雄ローランは、不滅の聖剣デュランダルを携えています。黄金の絵の中には、聖母マリアの衣服の一部、聖ペテロの歯、聖バシリウスの血、聖ディオニシウスの毛髪など聖遺物が収められており、それゆえこの聖剣は決して破壊されないと言われています。物語は後の初代神聖ローマ皇帝となるカール大帝率いるフランク王国とイベリア半島のイスラム帝国の戦い、そしてカール大帝の甥にして武勇に秀でる聖騎士の一人、英雄ローランの伝説が描かれています。ローランの歌によれば、聖剣デュランダルはもともとカール大帝が天使より授かり、その後ローランに与えたものとされています。ある時カール大帝と共に7年にわたるイベリア半島の遠征に従軍したローランは、やがて大帝が王国へと戻る際、仲間と共にしんがりを務めることとなりました。ローラン率いる2万の兵に対し、イスラムの兵は40万。圧倒的に不利な状況の中、ローランは聖剣デュランダルを手に次々と敵を撃退し、相手国の王の右手首を切り落とすという活躍を見せました。しかし戦いが進むにつれ、仲間を一人また一人と失い、とうとうローランも力尽きてしまいます。彼は死の直前、聖剣デュランダルが敵の手に渡るのを恐れ、岩に叩きつけ破壊しようとしました。しかしデュランダルには傷一つつかず、逆に岩が真っ二つに引き裂かれたといいます。北欧神話の神々の中で最も美しいと伝わる北条神フレイ、彼が持つのは仁義勝利の剣です。愚者が持てば何も切れない生倉な剣、しかし賢者が持てば剣は一人でに動き出し敵を打ち倒すとされています。ところがかつてフレイは美しい巨人の娘、光の乙女ゲルズに一目惚れし、彼女に求婚した際に贈り物の一つとして勝利の剣を譲り渡してしまうのです。何度も拒絶されつつも、なんとか結婚までこぎつけたフレイ、しかしその代償はあまりに大きいものでした。やがて来る運命に定められた世界の終末の日、ラグナロク。神々対巨人の最後の戦争という重大な局面で、フレイも戦場に赴きますが、仁義勝利の剣を手放してしまっていたために、勝てる相手に敗れ命を落としてしまうのです。どんな手を使ってでもゲルズを我が物にしようと四苦八苦する北条神フレイの恋物語については、概要欄に動画をご紹介していますので、気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。三国志の武将関羽の愛用した青龍偃月刀霊炎挙。偃月刀とは中国における大刀の一種で、長い柄の先に湾曲した大きな刃が取り付けられている刀です。偃月刀の中でも刃に青龍の装飾が施されたものを青龍偃月刀と言い、これは関羽を象徴する武器でもありました。三国志演義によると、
関羽は商人長平生から鋼をもらい、村の鍛冶屋で青龍円月刀霊炎鏡を作ったとされています。霊炎鏡の重さは82斤、時代によって差はありますが、換算するとおおよそ18から50キロの重さになります。この相当な重さの刀を関羽は馬にまたがりながら片手で振り回し、戦場を駆け回ったと言われています。大日如来の化身、不動明王が右手に持つのは、剛磨の剣、栗から剣です。その名は、不動明王の化身とされる竜王栗からが、燃え盛る炎となって、剣に巻きついていることが由来とされています。人間の根源的な三つの煩悩、欲のままに求め貪る、頓、怒りのままに忌み嫌う、仁、無知のままに、歪み惑う地。この三毒を打ち破るのが栗から剣です。三毒とは人の苦しみの原因となるため、これを消滅させれば人の心は救われ、解放されるとされます。不動明王は悪を断ち切り、すべての人を仏道に導く仏様のこと。右手に持った栗から剣で煩悩を切り裂き、左手に持った剣索と呼ばれる縄で悪を縛り、煩悩を断ち切れない人を釣り上げて、正しい道へと救い導くのです。日本神話に登場する英雄神、スサノオノミコトの携えた刀剣、雨の幅切り。かつて出雲の国に住み着き、悪さをしていた大蛇の怪物、ヤマタノオロチをスサノオが退治した際、用いられたとされる剣です。伝説には、ヤマタノオロチを切り刻んだ時、尾の部分に入っていた雨の村雲の剣という剣に当たり、切っ先が欠けてしまったと伝えられています。伝説の登場する日本最古の歴史書、古事記には、剣の名前はまだなく、ただ、拳十分の長さの剣としか記されていませんでしたが、後にヤマタノオロチを退治したことで、固有の名前が与えられました。ヤマタノオロチの体内から出てきた雨の村雲の剣、後の名を草薙の剣は三種の神器の一つとなる宝物です。ヤマタノオロチとの戦いの後、スサノオノミコトはこの剣を八百万の神々の最高神、アマテラス大神へと献上します。やがて第十代、崇神天皇の時代に宮中に残す片代が作られた後、本体のみ伊勢神宮へと移動します。さらに草薙の剣は第十二代景行天皇の息子大和尊が東の国へ遠征に向かう際、伊勢神宮で叔母の大和姫の御事から大和尊へと授けられました。彼の没後も妻宮津姫が受け継ぎ、尾張の国の地で守られていたと言われています。やがてその場所に熱田神宮が創建されると、草薙の剣は天照大御神を寄らせる御神体として祀られ、現在も名古屋の地に鎮座しています。平安時代末期になると、草薙の剣は壇の浦の戦いにおいて平家一門の滅亡とともに関門海峡に沈み、その後行方不明となりました。かつて伊勢神宮から朝廷へと献上され、歴代天皇に継承される片代の草薙の剣は現代まで大切に伝承されています。さて、ヤマタノオロチの尾からなぜか現れたと伝わる一本の剣。その因果は一体どこにあるのでしょう。神話の舞台、奥出雲の地に残された様々な痕跡をつなぎ合わせると、やがてそのヒントにたどり着きます。その目は、ほおずきのように真っ赤で、その腹はいつも血でただれている。伝説の真相、ヤマタノオロチの驚愕の正体については、概要欄の動画で詳しくご紹介していますので、気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。彼らはなぜ最強となり得たのか。無敵を誇る気高き戦士たち。国を背負い、傷を負い、己の大切な者たちの命運を追いながら、その名が歴史に刻まれずとも、その時、間違いなく彼らは歴史を変えた。
こんにちは、Mちゃんです。今回は実在した圧倒的覇者、人類最強の戦闘集団五千をご紹介します。その軍勢、最強の名にふさわしい誇り高き戦闘集団、最強の戦士レオニダス率いるスパルタ軍。紀元前の古代ギリシャで栄華を極めたスパルタは、世界最強の軍事国家と名高い都市国家でした。かつてスパルタは住民一人当たりに10倍もの奴隷を抱えるほどに栄え、しかしそれは反面リスクにもなり得ました。万が一奴隷同士で結束し反乱を起こされるようなことがあれば、大変な戦力差になるからです。スパルタ人はこう考えました。ならば一人のスパルタ人が奴隷10人分の強さになればいいのだ。非現実的に思えるこの理屈を、スパルタは国を挙げ現実にしてみせました。市民に等しく課せられる極端なまでに過酷な軍事教育は、生まれた瞬間から始まります。新生児は体を検査され、病弱な子は山の淵に投げ捨てられました。7歳になると男児は皆丸刈りにして、親元を離れ肉体訓練に加わり、それは王の子も例外ではありませんでした。12歳で殺しを実習し、身も心も国に従順に育てられ、そうして18歳まで生き残ったよりすぐりの戦士たちが、やっと一人前の成人となれるのです。個々の力の突出したスパルタ軍はあまりに強く、スパルタに攻め入ることは自殺行為に等しいとまで言われました。中でも最強と名高い伝説のスパルタ戦士レオニダスの逸話については、こちらの動画で詳しくお話ししていますので、概要欄からぜひご覧ください。その軍勢、戦術で敵を欺く無敗の戦闘集団、天才軍師アレクサンドロス大王率いるマケドニア軍。紀元前4世紀の古代ギリシャ、20歳でマケドニア王国の王位を継承したアレクサンドロス3世、通称アレクサンドロス大王は、当時世界最強と名高いマケドニア軍を率いて、30歳になるまでのわずか10年間でギリシャからインド北西にまで広がる大帝国を築きました。当時のギリシャ諸国は、遥か東にあるインドを世界の果てと考え、故に果てまで征服したアレクサンドロス大王は、世界の偉大なる王と言われたのです。マケドニア軍の強さの理由は、歴史上のあらゆる戦術を研究し尽くし、軍事力に落とし込んだことにありました。もともと弱小国だったマケドニアを飛躍的に成長させたのは、父、フィリッポス2世でした。アレクサンドロス大王と同様、軍事の天才であった彼は、軍政改革を実施します。常備軍に通常よりも倍長い槍、サリッサを持たせ、高い防御力を誇る重装歩兵部隊を設置。さらに攻撃と突破の重装騎兵部隊、投石や弓矢の軽装歩兵部隊、偵察や妨害、追撃などを行う軽装騎兵部隊を作り、それぞれの弱みを補い合う土と金床戦術を編み出します。強力な戦術で力をつけた軍隊を無敵にまでのし上げたのは、アレクサンドロス大王の天才的な指揮でした。さらに彼は自らも強い戦士で、時に傷を負いながらも最前線で軍を導くその姿に、兵士の士気はさらに高まり、軍は一丸となったのです。どれほどの苦境に立たされても、アレキサンドロス大王の柔軟な戦術のもと、軍隊の本領は最大限に発揮され、彼の統治した時代、マケドニア軍は言葉通り負け知らずでした。その軍勢、史上最大の帝国を築いた侵略の戦闘集団。猛将チンギスハン率いる遊牧騎馬民族。13世紀初頭、広大なモンゴル平原で瞬く間に大陸を支配した男がいました。彼の名前はチンギスハン。史上最強の侵略者にして、モンゴル帝国の始祖となる人物です。1162年に生まれたチンギスハンの人生は苦難の連続でした。
9歳の時に有力者の一人であった父親が毒殺されると、部族からは見限られ追放されてしまいます。成長した青年チンギスハンは、追放による報復を恐れた元部族の首長に捕らえられ、命がけの脱走で母親の元へ何とか戻ります。成人し婚約者と結婚すると、敵襲によって妻を奪われ、盟友と共に戦を起こし、奪還に成功しますが、今度はその盟友と仲違いして敵対し、捕らわれた味方の捕虜を残忍な処刑によって失いました。降りかかる数々の困難に屈することなく、着実に力をつけたチンギスハンは、人格と指導力で人望を集め、1205年、43歳で高原の全遊牧民を支配下に置きました。そして翌1206年、モンゴル帝国を建国。彼の圧倒的な指導力と周到な情報収集、そして強大な組織力を前に、他国はなすすべもなく降伏していきました。チンギスハン率いる騎馬軍団の恐ろしさは、抵抗する者を決して許さず、一人残らず殲滅したことにあります。ただし降伏さえすれば、税金を払うことで命を許され、また自治も認められました。チンギスハンが亡くなるまでに征服した地域は、西はイスラム国家のホラズム朝、北は南ロシア、東は聖夏と、歴史上最も範囲が広く、彼の死後も帝国領土はさらに拡大し、世界最大の帝国にまで成長するのです。その軍勢、新型兵器を巧みに駆使する技術の戦闘集団、ヨーロッパ中を震撼させたオスマン帝国軍、600年以上にわたり繁栄したイスラム教の多民族帝国オスマン帝国は、12世紀小国が乱立する中、オスマン家が台頭し1299年に建国されました。以降帝国は瞬く間に領土を拡大させ、最盛期には北はハンガリー、南はエジプト、イエメン、西はアルジェリア、東はインドに至るまで広大な土地を支配しました。やがてオスマン帝国の君主は、イスラム世界における行政上の最高指導者スルタンと宗教上の最高指導者カリフの役割を兼ねるようになり、名実ともに最高の地位を手に入れるのです。長く栄えたオスマン帝国の強さは、軍隊にいち早く最新武器を導入し使いこなしたことにあります。14世紀、帝国は射撃砲と呼ばれる初期の大砲を導入。それに伴い、兵器の製造、火器を装備した独立部隊を配備。兵器の扱いは世界で最も早かったとも言われ、ヨーロッパや中東の周辺諸国に大きな衝撃を与えました。1453年、オスマン帝国はビザンツ帝国を侵略し、首都コンスタンティノープルをイスタンブールと改名して、新たに自国の首都としますが、その襲撃の際、巨大な大砲を使用し、敵の防衛軍を絶望させたとも言われています。加えてオスマン帝国軍には、イェニチェリという政権直属の精鋭部隊が存在しました。征服地から徴兵した有能なキリスト教徒の少年を集め、英才教育を施し育成された親衛隊、イェニチェリは銃を扱うよう訓練されました。大砲と銃、技術とともに発展したオスマン帝国は、時代を先駆けた戦法で周囲の強国を圧倒したのです。その軍勢、神出鬼没に戦場をかける機動力の戦闘集団、名将ナポレオン・ボナパルト率いるフランス軍。1785年、16歳で砲兵士官に任命されたナポレオンは、数多くの武勲を立てて昇進し、わずか35歳という若さで皇帝にまで上り詰めました。ナポレオン率いるフランス軍は敵国を次々に打ち破り、最盛期にはヨーロッパ大陸の大半を支配しました。当時のフランス軍の最強たるゆえんは、その圧倒的な機動力。ナポレオンは軍の組織構造を徹底的に細分化しました。例えば、指揮系統を整えた上で、指揮官たちが迅速に判断を下せるよう裁量権を与えたり、行進を軍団ごとに行わせ、
周囲の地形や位置関係に合わせて前後に一定の間隔を設けたことで危険を柔軟に回避できるよう改革したのです。このような戦略により兵の機動性は飛躍的に向上し、その結果敵の迎撃準備が整うよりも前に戦線を形成し、戦いを有利に進められるようになりました。力強く率いた大革命家ナポレオン、彼の英雄になるまでの軌跡、具体的な成果の内容についてはこちらの動画で詳しくご紹介しています。人類最高の知性5選、概要欄のリンクからぜひチェックしてみてくださいね。時代の先導を切る名高き知性、一国に平和と発展をもたらすため、亡き者との誓いを果たすため、格別なるその才覚、他がために生かすか。こんにちは、Mちゃんです。今回は最高峰の英中を誇った5人の知性をご紹介します。その男、ローマの恐れた最大の敵、巧みな戦術でイタリア半島の大部分を侵略したカルタゴの将軍ハンニバル・バルカ。時は紀元前、アフリカ大陸の北岸に栄えた国家カルタゴ、長きにわたる戦争に敗れ、地中海周辺の海域とシチリアの領土を奪われたカルタゴは敵国共和制ローマに恨みを募らせた。そんな最中にハンニバルは生まれました。幼少の頃、ハンニバルは軍隊率いる父に戦地への同行を願い出ます。すると父は息子を神殿に連れて行き、ローマの打倒を誓わせました。後に父は戦死し、ハンニバルを引き取った義理の兄も暗殺され、二人の意志を背負うハンニバルはわずか26歳にして義兄の軍司令官の座を継いだのです。紀元前219年、カルタゴは再びローマとの戦争に踏み出しました。先の戦争で制海権を奪われ、船もないカルタゴは警戒十分で備えるイタリア本土に直接攻撃するほか手段はありませんでした。この無謀な戦いに将軍ハンニバルは前代未聞の作戦に打って出ます。警戒の手薄な北側、意表をついたアルプス山脈からの侵攻はローマを激震させました。ハンニバルはおよそ6万の兵士と37頭の象を引き連れ、真冬の雪山に入ります。極寒と険しい山道、敵軍との戦闘を経て山を越えた時にはすでに兵士は2万6千人、象はたったの3頭。それでも動揺するローマ軍を次々と打ち倒し、北イタリアの制圧を成し遂げるのです。さらに一行はローマ周辺の部族を次々と味方に迎え、倍に膨れた5万の兵で南へ進攻しました。到達した南東の村館内で待ち構えていたのは約8万人ものローマ軍。ここでハンニバルはその天才的な手腕を遺憾なく発揮します。味方兵の特性と敵兵の心理を読み切った完璧な布陣によってローマ軍を完全包囲すると、反撃の余地も与えず圧勝。ローマ軍は大半が死傷し、対してカルタゴ軍の損害は約6000人にとどまりました。これこそ、後に史上最も完成度が高いと評される包囲殲滅戦術。こうしてハンニバルは後世の戦術家たちの模範となったのです。その男、世界に名を馳せる大革命家、大陸軍率いて皇帝にまで上り詰めたナポレオン・ボナパルト。1769年、地中海に浮かぶフランス領の島、コルシカ島に生まれたナポレオンは読書好きの賢い子供でした。10歳で陸軍幼年学校に国費入学し、15歳でパリの陸軍士官学校に入ると、通常4年の課程をわずか11ヶ月で終えるという開校以来の成績を記録します。卒業後は砲兵士官になり、昇進を続ける最中フランス革命が勃発。やがて湾岸都市トゥーロンでの戦いで砲兵指揮官に任命されたナポレオンは
初の功績を挙げることとなります。砲兵としての知見を生かし、二つの高台を占領した後、大砲で敵の艦隊を見事撃破。24歳の若い英雄の名は瞬く間に知れ渡りました。その後ナポレオンはフランス革命の混乱を収めつつ、数々の重大な戦場で勝利を重ね、ヨーロッパ大陸の大半を勢力下に置きます。またその中で法律、政治、軍事における新たな常識をヨーロッパ中に伝播し、近代制度の礎を築き上げました。自称ナポレオンの見せた天才的な戦術は数多く、例えば1806年プロイセン軍と戦ったイエナの戦いにおいては、敵の情報と地形を自ら視察し、最適な高台から早々に砲撃を浴びせ、混乱する敵陣にさらなる追い打ちをかけるように中央から騎兵団を突進させて、一気に壊滅状態へと追い込みました。逃げ惑うプロイセン軍を残らず追撃し、最終的にはプロイセン全土の制圧に成功したのです。指揮官としての抜群の能力だけでなく、それまでの陸軍の組織構造を見直し、兵の機動性を爆発的に上げ、それに付随する補給網などの組織化を行ったこと、革命家ナポレオンの最強たるゆえんなのです。その男、偉大なる沈黙者、徹底的な軍事指導によりドイツ統一に貢献したプロイセンの参謀総長ヘルムート・カール・ベルンハルト・フォン・モルトケ。彼は鉄道や電信などの新技術を使いこなし、従来の指揮体系を刷新した近代ドイツ陸軍の父と呼ばれる人物です。モルトケは陸軍幼年学校に通い、1818年、18歳でデンマーク軍に入隊しますが、その4年後プロイセン軍へと移籍します。オスマン帝国での軍事顧問などを経験した後、58歳で参謀総長となり、そこから軍政改革を行うようになります。モルトケは各指揮官に進軍の際の基本的な考えを徹底的に指導し、その上で指揮官の自主性と独断を尊重、奨励しました。これにより命令待ちの部隊は減って、臨機応変な進軍が可能となり、他国より抜きんでた効率性を実現。加えて砲撃部隊の強化、電信での通知による動員の効率化まで徹底して改革を行います。鉄道や電信が発展した当時、活用次第ではこれまでより広く軍を分散させることができると考えたモルトケは、研究を重ね分散進撃し、包囲して一斉攻撃するという画期的な戦略を考案するのです。1870年セダンの戦いでフランスがプロイセンに宣戦布告すると、モルトケは鉄道網を利用し49万人にも及ぶ兵士を国境に集中させました。フランス側も25万人の兵士を投入するものの、プロイセン軍の技術を駆使した素早い動きになすすべもなく、徐々に退散。最後はセダンの町でフランス軍を完全包囲し、モルトケ率いるプロイセン軍が終始主導権を握る形で大勝利を収めました。その男、三国の世の眠れる竜、天下三分の計を説いた牢屋軍の天才軍師、諸葛亮孔明。207年のある日、動乱の世を憂い密かに暮らす画僚孔明の噂を聞きつけ、漢の皇族の血を引く没落の家の子劉備が訪ねてきました。漢の再興を狙う劉備は、当時まだ無名だった27歳の孔明に教えを請うべく熱心に呼びかけ、3度目の訪問でようやく対面を果たします。孔明は彼の軍師となり、強大な敵曹操と直接対決することは避けるべき、孫権とは手を組むべしとし、中国を三分して三人で支配するよう進言しました。翌年の赤壁の戦いでは、劉備は助言の通り孫権と同盟を結び、曹操との決戦に臨みます。その際、孫権の軍師周瑜は孔明を陥れようと10万本の矢を集めてくるようにという無理難題を突きつけますが、孔明は3日もあれば問題ないと返答。
夜の深い霧に乗じて藁人形を積んだ船を出し、敵軍から矢を撃たせることで楽々と10万本の矢を回収したというのは有名な逸話です。赤壁の戦いは見事、劉備、孫権が曹操に大勝利を収め、その後も冴え渡る知略によって国の再建に大きく貢献したのでした。その男、義太の軍師、三英傑のもと真偽を果たした天下統一の影役者、黒田官兵衛。1546年、官兵衛は播磨の国の姫路に生まれました。頭脳明晰、歌読みを好む心優しい少年は、一方では武芸に励み、兵学を学んで戦乱の世を生きる力を培いました。時流を読む能力、鋭い観察眼に徹底的な情報収集。やがてその才能は三人の天下人のもと大いに発揮されることとなるのです。当時、播磨の国は織田と毛利の二大勢力の狭間にあり、どちらに味方につくかという命運の分かれ道に大名たちは頭を悩ませていました。そんな中、官兵衛はいち早く信長に才能を見出し、織田につくよう進言して回り、その後は信長のもと、秀吉の軍師として活躍するようになります。官兵衛の優れた戦術は、相手を巧みに欺きました。時には農民たちに上りを持たせて、大勢の援軍と見せかけ、その実たった500の兵で、5000もの毛利軍を撤退させ、また時には、船を沈めて川の流れをせき止め、敵陣の城を水で囲い攻めたとも伝わります。1582年、本能寺の変で信長が討たれると、官兵衛はそれを悟られるより早く、毛利との停戦にこぎつけ、さらには毛利との和解と明智光秀の討伐を進言し、豊臣秀吉を次なる天下人へとのし上げました。そして、秀吉の天下統一に向けた最後の戦で、官兵衛は刀を持たずに、敵陣小田原城に入り、誠意ある呼びかけのみで会場を成功させるのです。官兵衛を恥笑たらしめるもの、それはこの世の平和を実現するという揺るぎない願いでした。秀吉の死後、官兵衛は徳川につき、家康が江戸幕府を開いて、戦国の世は幕を閉じたのでした。命運を分かつ、優れし知性の存在。いつの時代にも人々を動かす天才たちが国や時代までをも変えてきたのですね。さて、群衆の先頭に立ち導くのはもちろん男ばかりの所業に限りません。一騎当選の覇者、人類最強の女戦士5000については概要欄の動画でご紹介していますので、気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。彼女たちは武器を手に取り立ち向かう。守るべきもののため、己の心情を貫くため。胸に秘めし思いは、陽光のように暖かく、炎のように燃え盛り、海のように深い愛に満ちている。こんにちは、Mちゃんです。今回は、一騎当選の覇者、人類最強の5人の女戦士をご紹介します。紀元前5世紀、圧倒的な武力と知力でペルシア帝国を支えた戦場を駆ける女王、アルテミシア1世。彼女こそ最強の座にふさわしい。アルテミシア1世の夫は王族でない身分でありながら、その実力により権力を得た戦士と呼ばれる人物でした。夫の死後、その地位を引き継いだアルテミシアは、アケメネス朝、ペルシアの勢力範囲にあるハリカルナッソスの女王となります。彼女の統治した時代、ペルシアは長くギリシャとの戦争を繰り広げていました。紀元前480年8月、テルモピュライの戦いにおいて、ペルシア軍は痛手を負いながらも大きな勝利を収め、通過する都市を次々と焼き払いながら、順調に南へ進軍。しかし、同年9月に勃発したサラミスの海戦で戦局は大きく変わります。
海側からの侵攻を狙い、艦隊を派遣したペルシアに対し、ギリシャ連合軍が海上での決戦を挑んだのです。この重大な局面に、ある一人の指揮官が声を上げました。ペルシア唯一の女性指揮官、アルテミシアです。彼女は同盟諸国のすべての指揮官の中で最も賢く、また彼女の率いる船はペルシアの全艦隊の中で最も優秀だと高い評判がありました。サラミスの海戦に際し、アルテミシアはギリシャ海軍の力を侮ってはいけないと海上での戦いに反対し、陸路で攻め入るべきと進言しました。しかし、彼女の活躍をよく思わない周囲の指揮官たちに封じ込められ、妬みついでに確実に勝てる作戦に反対したアルテミシアは失脚とまで囁かれてしまうのです。海戦が始まると、アルテミシアは大活躍し、ギリシャ軍を次々と打ち倒しました。船の数はギリシャの倍、ペルシアは明らかに優勢と思われました。ところが、地の利を生かしたギリシャ軍は次第にペルシア軍を圧倒し、形勢は大逆転。ついにはアルテミシアの指揮する船もギリシャ船に追われてしまいます。絶体絶命の状況の中、敵船の追跡を振り払えないと判断したアルテミシアは捨て身の作戦に出ます。目の前を横切る味方の船の横腹に思い切り激突したのです。すると、アルテミシアの船が味方だと勘違いしたギリシア船はピタリと追跡をやめ、なんとかその場を切り抜けることに成功しました。結局、ペルシアは敗北し、彼女の危惧した通りの結果となりました。ただ一人作戦に反対し、戦場では機転を利かせたアルテミシア。成人した息子がいながら、自ら戦地に赴いた彼女の勇姿は、歴史家ヘロドトスによって称えられ、後世まで伝えられています。高い背丈に腰まで伸びた真っ赤な髪、鋭い眼光、低く荒々しい声。イケニ族の女王、ブーディカ。彼女こそ最強の座にふさわしい。紀元一世紀、ブーディカはケルト人イケニ族の王であった夫、プラスタグスの死後、後を継いで女王となり、ブリタニアのノーフォーク地域を治めます。プラスタグスは生前、イケニ族を守るため、ローマ帝国と同盟を結びました。しかし、帝国の派遣したブリタニア長官、スエトニウスは、彼の死に乗じて、ローマの法律を無理やり押し付け、イケニ族の土地や財産を奪い、さらには女王、ブーディカと二人の娘を捕らえて、公の場で恥ずかしめを与えたのです。復讐を誓ったブーディカは、周辺の部族をまとめ上げ、反乱を起こし、各地のローマ帝国の植民地を次々と攻略しました。彼らは帝国の正規軍すらも打ち倒し、ローマ人たちが設立した都市、ロンディニウム、現在のロンドンまでことごとく破壊して、さらにはロンドンの北に位置するウェルラミウム、現在のセントオールバンズで数万人もの人々を殺戮しました。ブーディカたちの進軍に、当時のローマ皇帝、ネロは激しく動揺し、ブリタニアからの全面撤退を考えるほどに追い詰めましたが、最後は因縁の相手、スエトニウス率いるローマ軍との戦いに敗れ、捕らえられたブーディカは毒を飲み自害したと言われています。彼女の死後、皇帝ネロは反乱の原因を詳しく調査し、ブリタニア人への数々の暴挙を厳しく裁くと、彼らの人権と文化を尊重するように命じ、ことは終着したのでした。少女は神の声を聞き、一国を救う。軍勢率いるオルレアンの乙女。フランスの守護聖人、ジャンヌ・ダルク。彼女こそ、最強の座にふさわしい。シャルルを助け、フランスを救いなさい。1412年、フランス東部の町に、農夫の娘として生まれたジャンヌは、13の頃に神の啓示を受けたとして、フランス軍に従軍します。当時のフランス国内は、長く続くイギリスとの百年戦争により、壊滅的なダメージを受け、最後の砦、オルレアンの町でも劣勢を強いられていました。陥落も時間の問題かと思われていた、まさにその時、彼女は現れました。フランス王大使シャルルは17歳のジャンヌと対面し、彼女の強い信念にオルレアンの守備隊への参加を許可します。
するとジャンヌはたった9日で兵士たちの士気を高め、フランスは奇跡的な勝利を収めたのです。ジャンヌの従軍中、フランス軍は次々と戦果を上げ、戦局は優勢に変わり、またイギリスに奪われていた王位継承権も奪還して、王太子はフランス王シャルル7世として王の座に着くことができたのでした。ところが1431年、イギリスと密かに通じていたフランスの聖職者により、ジャンヌは異端尋問にかけられてしまいます。ズボンを履いたこと、教会を挟まず神と直接対話したこと、これにより有罪判決を下され、火あぶりとなったジャンヌは当時まだ19歳でした。長く続いた100年戦争は1453年、イギリスが撤退する形で幕を閉じます。戦争終結後、当時のローマ教皇の命で復権裁判が行われ、聖人ジャンヌの無実は認められたのでした。平安の戦場に舞う麗しの女武者、薙刀を握り凛と佇む主君の忠臣巴御前、彼女こそ最強の座にふさわしい。巴は色白く髪長く、容顔まことに優れたり、ありがたき強弓性病、馬の上勝ち立ち、打ち物持っては鬼にも神にも泡うどいう一人当選の強者なり。平安時代末期、巴御前は信濃の国の豪族木曽の家に生まれたとされています。一族は主君源義仲、またの名を木曽義仲に仕え、巴は義仲のそばで育ちました。幼い頃から力が強く、武芸に長け、義仲の稽古相手として大いに認められ、その後は戦地に赴く主君に付き従うようになります。薙刀を握れば一騎当選、暴れ馬も乗りこなす。並大抵の腕力では扱うことのできない強い針の弓、剛弓を容易に扱い、戦場で活躍する日々。当時、義仲は源平合戦の渦中にあり、源頼朝、平家と三つどもえの対立関係にあったために、争いが続いていました。しかし1184年、源義経らと交戦した宇治川の戦いで、義仲は戦線から脱落することとなります。敗北の寸前、残る味方は7騎ほど。死を覚悟した義仲は巴に逃げるように言いました。巴は初め共に死ぬと言って聞きませんでしたが、何度も促され、ついには泣く泣く従うのです。死にゆく主君に巴は言いました。最後の戦してみせ奉らん。そして現れた敵将に馬を押し当て引きずり落とし、その首を切って一人落ち延びたのでした。謎多き巴御前、その生涯は文献により様々に綴られますが、彼女の尽くした忠義は皆一様に描かれています。時代を先駆ける気高き女傑、幕末の壮絶な世に生きた逆境の狙撃手、新島八重。彼女こそ最強の座にふさわしい。母は会津藩の砲術師範役の長女、山本作。父は師範役の後継者となった婿養子、権八。1845年に生まれた二人の娘、八重はその血を色濃く受け継ぎました。男らしく快活な八重は、幼いうちから早速、鉄砲に興味を持ち、兄から西洋式の砲術を積極的に教わりました。22歳の頃、戊辰戦争が勃発すると、八重の運命は大きく動き出します。明治新政府が会津藩を敵とみなし、追討令が下されるのです。籠城戦が始まると、八重は男のように断髪し、戦死した弟の形見に身を包んで、刀と7連発のスペンサー銃を握り奮闘しました。八重が独自に持ち込んだスペンサー銃は会津藩にとって唯一の一丁でした。手元の弾はたった100発。それでも兄に教わった砲術の腕で薩摩藩の2番砲兵隊長を撃ち抜くという成果を上げました。私は弟の仇を取らねばならぬ、私すなわち三郎だという気持ちで、その形見の装束を着て、一は主君のため、一は弟のため、命の限り戦う決心で城に入りましたのでございます。八重が
後に綴った言葉です。その後1894年の日清戦争や続く日露戦争では特殊看護師として従軍し、看護指導などの功績から宝冠賞を与えられ、また維新後はキリスト教の布教活動に貢献し、同志社女学校の設立に尽力するなど精力的に福祉活動を行いました。晩年は茶道をたしなみ、静かに穏やかに過ごしたといいます。使命を背負い全うした歴代の女戦士たち、彼女たちに限らず命を落として戦う戦士の姿は人の心を打つものです。かつて実在した人類最強の戦士五戦については概要欄の動画でご紹介していますので、気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。歴史に名を刻む誇り高き戦士たち、ここに挙げるは国も時代も立場も異なる五人の英雄。古代王族、皇帝、騎士、武人、剣豪、彼らを最強たらしめる伝説の数々にあなたは目を見張ることでしょう。こんにちは、Mちゃんです。今回は歴史上実在した人類最強の5人の戦士をご紹介します。その男、有名を馳せる伝説の王、古代ギリシャの誇った史上最強の軍隊、死をも恐れぬスパルタ兵を率いたアギス朝スパルタ王レオニダス一世。彼こそ最強の座にふさわしい。紀元前480年、テルモピュライの戦いが勃発すると、レオニダスは20万人を超えるペルシア軍を相手に、たった300人のスパルタ兵と7000人のギリシア連合軍だけを率いて戦場に臨みました。圧倒的に数で劣るスパルタ軍は互角以上に渡り合い、3日の間激闘が続きました。ところが敵国の内通者がギリシア連合軍の背後に回る迂回ルートをペルシア側に伝えたことで、状況は一転、窮地に追い込まれてしまいます。ギリシア連合軍が撤退する中、レオニダス率いるスパルタ軍は戦場にとどまり、命の限り戦いました。槍が折れれば剣で戦い、剣が折れれば素手で戦い、驚異的な強さで対抗しますが、最終的にはペルシア軍が遠距離から矢の雨を降らせ、レオニダスと300人のスパルタ軍は全滅してしまうのです。それでもペルシア軍に2万人以上もの戦死者を出したのですから、彼らの奮闘は相当なものでした。壮絶な戦いから1年、レオニダスの意志を受け継いだスパルタ軍はペルシア全軍と戦うことを決め、プラタイアの戦いにおいてたった1万のスパルタ軍で30万ものペルシア全軍を打ち倒し、雪辱を果たしたのでした。その男、血塗られた剣闘士皇帝、100の兵を12度打ち倒せし、左利きの戦士、悲しみのローマ皇帝コンモドゥス、彼こそ最強の座にふさわしい。父は第16代ローマ皇帝マルクス・アウレリウス、母は第15代皇帝アントニウス・ピウスの長女。そんな二人の間に生まれたコンモドゥスは、歴代皇帝の中でも屈指の両家の子でした。西暦166年、わずか5歳にして弟と共に帝位の継承者となり、11歳の頃には戦争に出陣。その後も父の熱心な教育と後押しによって、軍指揮官や政務官、御民官を次々と任され、そして病で亡くなった父の後を継ぎ、18歳のコンモドゥスは戦場で第17代ローマ皇帝に即位します。若い皇帝は長く続く戦争を快く思わず、敵の蛮族を追い詰めた後、講和を持ちかけ、いち早く終結させました。この判断を利己的だとする批判もありますが、軍資金などの徴収や戦争被害に苦しむローマ市民への配慮のもとの決断とする見方もあり、誠実な姿勢も伺えます。そんな彼の在位した時代、ローマ帝国の黄金期はすでに終焉を迎えていました。
周辺民族との軍事的紛争が減っていく代わりに陰謀がはびこるようになり、コンモドゥスは次第に貴族たちの堕落した生活に毒されていきます。そんな中、事件は起こりました。野心的な姉ルキッダが皇帝の座を奪おうと弟コンモドゥスの暗殺を図ったのです。結果的に計画は失敗したものの、家族による裏切りはコンモドゥスの心を破壊し、次第に暴走が始まります。皇帝でありながら遊びと剣術に没頭し、コロッセオに赴いては自ら剣を振るって残忍なショーを楽しむ日々。しまいには皇帝の衣装を脱ぎ捨て、狼の毛皮に身を包み、自らを英雄ヘラクレスの化身と名乗るようになります。実際彼の剣闘士としての実力は本物で、槍を投げて数十頭の豹を一度も外すことなく仕留めたり、全力で走り回るダチョウの額を弓矢で撃ち抜いたとする逸話も残されています。それでも独裁的な政治には誰もが呆れ果てていました。そして大勢の貴族や側近たちを次々と処刑する様子に、身の危険を感じた元老院や重臣たちが二度目の暗殺計画を企てるのです。用意された毒入りワインに手をつけ、一気に飲み干したコンモドゥスは突然毒に気がつき、ワインを吐き出しました。控えていた剣闘士が慌てて襲いかかり、コンモドゥスは毒が回った体で力の限り抵抗するも、192年31歳で無念の死を遂げました。その男、向かうところ敵なし、ただの一度も負けを許さない無敗の騎士、イギリス王家に仕えた至高の軍務伯ウィリアム・マーシャル。彼こそ最強の座にふさわしい。時は12世紀、イングランドの小さな地主の家に次男として生まれたウィリアムは、後に騎士の才覚を見出すまで不遇の時代を過ごしました。スティーブン王が統治した無政府時代の内乱に巻き込まれ、父の寝返りにより8歳で王家に人質に取られ、さらに父が休戦の約束を破ったことで縛り首の危機に瀕します。ところが父は好きにしろと息子を見捨て、哀れんだ国王に命を許してもらいます。後に富を得た父の元に戻されるも、役職や土地、財産はすべて異母兄弟の長男に相続され、次男のウィリアムは自立すべく騎士を目指して12歳の頃から厳しい修行に身を投じました。そして24歳で晴れて騎士となりますが、お金がなかったウィリアムは騎士の技量を競う馬上槍試合に出場します。この試合は時に死人の出る非常に危険なもので、ただし勝利すれば収入は大きく、武具や馬を奪ったり相手を捕虜にして身の代金を取ることもできました。ウィリアムはフランスの騎士と手を組み、500以上の試合を無敗でこなし、わずか10ヶ月で103人もの捕虜を取って財を成しました。ウィリアムはまた誰もが認める人格者でもありました。生涯5人の王に仕えて王国に影響を与え、軍務伯としての彼の呼びかけには反乱者やフランス国王すらも信用を示すほどでした。深い教養に優れた騎士道、悲運の幼少期を乗り越え努力して手に入れた圧倒的な強さ。70歳を超えてもなお戦場で先陣を切り、1219年に亡くなるその時まで現役で活躍したといいます。その男、血気盛んな豪傑、人並み外れた強さは虎のごとく、戦地を駆け巡り関戸場を乗り回す中華最強の武人呂布。彼こそ最強の座にふさわしい。人間離れした腕力に抜群の弓術と馬術の腕を持ち、一日千里を走る相場関戸場にまたがって戦場をかけた呂布。歴史書三国志には彼の勇猛な姿がありありと描かれています。三国志の中でも圧倒的な強さを誇る武将張飛、劉備、関羽。呂布はこの三人を同時に相手取っても攻撃をしのぎ弾き返したといいます。また100万もの山賊や罪人を率いる棟梁張燕と戦った際には、
1万の精鋭と数千の牙を相手に呂布はたった数十機で挑み、一日に何度も突撃を繰り返しては次々と敵を討ち取り、数十日後には退散に追いやりました。このように戦場において間違いなく最強であった呂布ですが、一方で数々の裏切りを働いたことから、三国志をまとめた歴史家陳寿にはこのように評されています。虎のような強さを持つが優れた策はなく、軽はずみで狡猾、裏切りを繰り返し利益だけしか眼中になかった。歴史上彼のような人物が破滅しなかった試しはない。その男、武勲の誉れ高い剣豪、戦乱の世に君臨し刀傷一つなく無敗を誇った伝説の剣客塚原卜伝、彼こそ最強の座にふさわしい。生涯戦場に立った回数は37回、うち22回は敵と刃を交わし、あまたの敵を殺め、その活躍ぶりから剣聖と謳われました。1489年、卜伝は常陸の国、現在の茨城県の名家浦部吉川家に生まれます。幼いうちから家伝の剣術、鹿島七流の一つである鹿島中古流を伝承され、さらに養子として家を出された先では天真正伝香取神道流を学んで、やがて武人の道を歩むようになりました。卜伝は剣の道を探すため、人生で3度通算39年にもわたり日本各地を回る開国修行に出ました。1度目の旅では真剣での試合を19回、戦場には37回赴き、弓矢による6箇所の傷を除いて人たちも浴びることなく無傷の勝利を収め、およそ212人もの敵を討ち取ったといいます。旅を終えた卜伝は鹿島神宮にて千日参籠に入り、そこで悟りを開いて秘技一の太刀を習得。この時卜伝の名を名乗るようになり、また2回3回と旅に出ました。3回目の開国修行を終えた頃には卜伝はもう78歳、鹿島に戻り、その後83歳で亡くなるまでの間、弟子たちに稽古をつける日々を送ったといいます。名だたる最強の戦士たち、彼らの輝かしい武功は時が経ちなお色褪せることはありません。さて、英雄の伝説には得てして名剣の伝説もつきものです。世界を揺るがす伝説の刀剣7選については概要欄の動画でご紹介していますので、気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。錬金術、それは紀元前から伝わる禁じられた学問。19世紀、とある冒険家が古代エジプトの墓から不思議な文書を発見した。古代ギリシャの言葉で綴られた111もの神秘的なレシピ。科学に通ずる実践的な学問であった錬金術は、時代とともに怪しげな研究へと変貌していく。黄金を生成する賢者の石、不老不死の霊薬エリクサー、やがて人は欲に狂い、秘術は糾弾された。多くの知恵ある先人たちが命がけで没頭した錬金術、果たしてその先は世界の真理に通じていたのか。こんにちは、Mちゃんです。今回は自然を超越する英知、時代とともに秘術をつないだ7人の錬金術師をご紹介します。錬金術の始祖といわれる伝説の錬金術師ヘルメス・トリスメギストス、その名の表すは3倍偉大なヘルメス。その正体はギリシャ神話の学術の神ヘルメスとエジプト神話の知恵の神トートが融合した神、あるいはそれに近しい存在であるとされています。彼が残した錬金術にまつわる文献の数々には、占星術や魔術に関する思想を記した 2,3 世紀の写本ヘルメス文書が挙げられます。自らが編み出した12の錬金術の奥義をヘルメス自身でエメラルドの石板に刻んだとされるエメラルドタブレットは、
短い文章の中に錬金術のすべてが隠されていると言われています。ただ一つの奇跡のためには、下の者は上の者のごとし、上の者は下の者のごとし。実物は現在も見つかっていないものの、複写したものが受け継がれ、後に多くの錬金術師たちがその解釈をめぐり研究を重ねることとなるのです。知られる中で最古の錬金術書を書き上げた錬金術師の師、ゾシモス。3世紀末、エジプトの古代都市パノポリスに生まれ、錬金術の始祖ヘルメスと共に初期のギリシャ錬金術を後世へと伝えた人物です。ゾシモスはある金属を別の異なる金属へと作り変える金属編成の技術を得意とし、彼の手から作り出される金銀は自然物よりもはるかに質が高かったといいます。科学という学問が生まれる前の先駆けとして、ギリシャの哲学者たちが取り組んだ錬金術。物質の原理を捉えきれていない当時、化学反応による金属の生成をゾシモスは生物的な交配の一種と考えました。古代のエジプト、ギリシャで発展した錬金術はやがて中世のアラビアへと広がります。二人が残した文書はアラビア語に翻訳され、後世に多大な影響を与えるのです。8世紀に活躍した錬金術の父、アラビア最大の錬金術師ジャービル・ブン・ハイヤーン。ヨーロッパではゲーベルと呼ばれる伝説的な人物です。イラン東部の町で生まれたジャービルは薬草医を生業としていました。錬金術、天文学、哲学、物理学、音楽などあらゆる分野に精通し、特に科学や薬学の分野で歴史的な発見をしています。硝酸や硫酸の発見、アランビックと呼ばれる蒸留器の開発、貴金属を溶かす黄水の発明、さらには生涯で数百を超える著作を残したと言われ、その中の一節が後に世界を騒然とさせるのです。すべての金属は水銀と硫黄の化合物であり、エリクサーという物質を発見すれば金への変性が可能になる。時が経ち、12世紀、アラビアの錬金術は中世ヨーロッパへと伝播します。科学的な技術としての錬金術はより魔術めいたものとして捉えられるようになりました。エリクサーはいかなる病をも治す万能薬、あるいは永遠の命を得ることができる霊薬として、そして非金属を金に変え、人に不老不死の力を与えるとされたのが賢者の石でした。アラビアにおいては黄色、ヨーロッパでは赤色で表現されるその石は、石とはいえど形をとどめない液体のことも指しました。賢者の石は錬金術の最高傑作と評され、錬金術師たちはこぞって研究に没頭します。そんな中、ついに生成を叶えたという人物が現れるのです。賢者の石を作り出したと伝わる希代の錬金術師、ニコラス・フラメル。1330年、フランスのパリ近郊で生まれたフラメルは、ある日、異国人から秘宝の書を入手します。ギリシャ語とヘブライ語で書かれた奇妙な本。それが錬金術の手引き書だと気づくと、フラメルは解読のため、フランスからスペインへと向かいました。そこで出会ったユダヤ人の学者、カンシュと共に、実に21年という年月をかけて、本に書かれた錬金術の奥義を習得。大部分を解読したところで、カンシュは亡くなってしまいますが、フラメルはこの時、鉛を金に変える賢者の石の生成に成功し、不老不死の身になったという伝説が残っています。スペインからの帰国後、フラメルは錬金術を駆使し、莫大な富を得て、教会や病院などに多額の寄付を行っていたことが記録されていますが、彼が実在したかどうかは未だわかっていません。そして迎える16世紀、ヨーロッパでは錬金術の最盛期に突入します。医学と科学を掛け合わせたスイスの錬金術師、医科学の祖、パラケルスス、本名テオフラストゥス・フォン・ホーエンハイムは、
医師、科学者、錬金術師と数多くの肩書きを持ち、しかしその生涯のほとんどは放浪して過ごしていました。そんな彼が歴史に名を残した理由、それはこれまで錬金術の目的は金を生成することに重きを置いていたのに対し、あらゆる病気を治す万能薬や賢者の石、医薬品を作るべきだと主張し、自らもその研究に没頭したことにあります。幼少期、放浪の医者であった父に医学や科学、自然哲学を学んだパラケルススは、ドイツの修道院長のもと魔術の理論を習います。その後15歳頃から放浪を始め、スイスとイタリアの大学で本格的に医学を勉強。博士号を取り、卒業後は再び父のもとで科学の研究に励み、23歳頃にはヨーロッパ各地を旅して、軍医や町医者、時には大学教授として働きながら過ごしました。薬は植物から作られることが主流だった当時、錬金術を用いて、鉱物や化合物を薬として利用したパラケルスス。その名はヨーロッパ中に知れ渡り、同時に彼が賢者の石の生成に成功したという噂が広まりました。彼自身はというと、著書の中で小人の人造人間、ホムンクルスの生成に成功したと書いています。フラスコの中でしか生きられない、その小さな生き物は生まれながらにあらゆる英知を備えている。生成方法まで記していますが、それを再現できたものは他に現れませんでした。パラケルススの死後、錬金術はさらに盛り上がりを見せます。神聖ローマ皇帝ルドルフ2世が錬金術師や占星術師、科学者、芸術家、魔術師たちをプラハに集め、学問や芸術を保護したのです。特に錬金術には大きな関心を寄せ、身分や国籍を問わずパトロンになるというので、錬金術師の数は急増。偽の金や錬金術書を売り出す詐欺師や錬金術師を語る者も現れ、やがて錬金術は怪しいものという見方をされるようになりました。しかし、そんな中でも真理を追求した錬金術師たちは後の現代科学に大きな影響を与えるのです。17世紀に生きた世界最後の魔術師、アイザック・ニュートン。彼が晩年、錬金術の実験に没頭していたことは知らない方も多いでしょう。万有引力、微分積分、光の分析と多大な功績を挙げたニュートンは、56歳の頃、錬金術に興味を持つようになりました。造幣局長官を務める傍ら、密かに、錬金術の研究を始めます。錬金術を語った詐欺の横行、賢者の石が発見されれば金の価値が暴落する恐れもあり、当時錬金術の実験は一部禁止されていました。許可なく行えば最悪絞首刑が待っています。そのためニュートンは錬金術の研究結果を公にすることはなく、最後まで隠し通したのです。命の危険を冒してまでニュートンが錬金術に取り組んだ理由、その目的は科学的な新発見ではなく、古の英知の再発見にありました。賢者の石の発見を第一に、エリクサーの発見を第二に目指し、来る日も来る日も実験を重ねます。ところがある時、研究所で火災が起き、錬金術にまつわる文書の大半が消失してしまうのです。天才が最後に挑んだ秘密の研究。わずかに残された文書からは、現存しないエメラルドタブレットのニュートンによる英訳が発見されています。果たして彼は真相にたどり着いたのでしょうか。時は18世紀、錬金術は生まれたばかりの科学へと発展、あるいは神秘学と二つの道に分岐します。最後にご紹介するのは、なんとも奇妙な噂の残る怪しげな人物。その男、ヨーロッパ史上最大の謎、時代をまたぎ現れる不老不死のタイムトラベラー、サンジェルマン伯爵。18世紀のフランスの社交界に突如姿を見せた謎の貴族です。莫大な富を持ち、あらゆる言語を自在に操る。
遥か古代の様子を見てきたかのように話す。数多くの伝説が残るサンジェルマン伯爵は錬金術にも精通し、一説に長寿をもたらす秘薬を用いて数千年もの時を生きている、あるいは時間を自在に旅していると言われています。多くの王族や著名人たちがその存在を証言し、現代に至るまで目撃情報が後を絶ちません。人の行き交う街中、歩くあなたの横を彼はすれ違っているかもしれません。サンジェルマン伯爵の詳細なお話を含む4人のタイムトラベラーたちの奇妙な事件については概要欄の動画でご紹介していますので、気になる方はぜひご覧ください。私 M のインスタグラムでは動画に関連するトピックをイラストや写真とともに発信しています。概要欄のリンクからぜひ覗いてみてくださいね。 M チャンネルでは世界に存在する不思議や都市伝説、神話などをご紹介します。この世の解明されていない謎に興味がある人は、今すぐチャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。